おはようゴンザレスパラレルです。さあ今日はエポックワンのアルバムが届きましたのでちょっと見ていこうと思いますね。ということで、はい、2つ買ったんで1つちょっと開けてみました。こんな感じなんですね。で、そうですね、ここから開けてみましょう。はい、あ、結構たくさん入りそうですね。で、早速入れてみましょう。佐々木朗希くんのね、はい、こうかな。あ、後ろから入れるのか。はい、どうでしょう。お、よいしょ、入りづらい、入らない。はい、入りました。はい、こんな感じですね。はい、うん、ちょっとシワはありますけど、うん、コレクションできそうですね。それではね、バインダーっていうかね、ホルダーに入ってました。これもね、開けていきましょう。今回は4つありますので4つ開けていきましょう。それではスタートです。1パック目、はい、誰かな。ちょっとドームっぽいです。巨人ですね。左ピッチャーを中川投手ですね。はい、後ろこんな感じですね。はい、じゃあ2パック目、ヤクルト来ないかな。はい、こんな感じです。ちょっとマリンっぽいけど、あ、カープですね。はい、あ、西川選手だ。はい、西川選手です。めっちゃ打ってますよね。サヨナラもね、今年打って、はい、まあ現在ね、ヤクルトは首位なんですが、2位がね、広島なんでね、ほとんどゲーム差ないですからね、気が抜けない首位ですしね。はい、次行きましょう。お、なんだこの、これ神宮っぽいな。あ、違うな、ロッテですね。お、田村選手、田村捕手ですね。はい、で最後です。はい、見ちゃったけど、ブセニッチ投手ですね。去年は31試合に登板して4ホールド上げてますね。はい、今年も活躍期待できるかな。ということでこんな感じですね。まあそうだな、すぐではないですけどね、やっぱ球団のファンの方に届くといいなと思いまして、オークションに出そうかなと思っております。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思われた方はグッドボタンを、また開封動画、紹介動画を見たいと思いましたらチャンネル登録をしていただき、次の動画をお待ちいただけると嬉しいです。動画のコメントもお待ちしております。それではさよなら。